コーチェラ2024ナンバーアンダーラインアイの驚くべき成長とグローバルな舞台。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは彼らの成長と努力の結晶です。コーチェラフェスティバル2024が盛り上がっています。注目のアーティストナンバーアンダーラインアイが88ライジングフューチャーアースステージでのパフォーマンスを控えています。 彼らは日本で最もクールで魅力的なアーティストとして知られており、世界的な成功を収めつつあります。この記事では、ナンバーアンダーラインイの成長の過程や、彼らのコーチェラでの演奏について探ってみましょう。彼らの才能は次第に広まり、その魅力的なパフォーマンスとオリジナリティあふれる音楽は多くの人々の心を捉えました。 彼らの最新曲 g o トは元気を与えてくれる一曲として人気を博しています。この曲を聴くとエネルギーが湧き上がってくるのです。ナンバーアンダーラインアイはコーチェラフェスティバル2024の特別ステージ88ライジングフューチャーアースに出演する機会を手にしました。この舞台は彼らにとっての大きなチャンスであり、 彼らはこの機会を最大限に活かす準備をしています。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは彼らの成長と努力の結晶です。彼らは数多くの挑戦を乗り越え、大きな決断を下してきました。彼らは諦めずに夢を追い続け、時間をかけて成功をつかみました。そして、 ついにコーチェラの舞台に立つことになったのです。ナンバーアンダーラインアイの音楽は多くの人々にとってゴート最高となっています。彼らのパフォーマンスは一見の価値があり、魅力的な歌声と独自のスタイルは観客を魅了します。彼らの才能と情熱は聴衆に強烈な印象を与えることでしょう。 コーチェラフェスティバルに参加している皆さんへのメッセージとして、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスをぜひ注目していただきたいです。彼らは日曜日にモハーベステージで演奏しますので、見逃さないようにしてください。ナンバーアンダーラインアイのコーチェラ出演について話す上で、彼らの成長とともに音楽業界の変化も考えるべきです。 最近のトレンドや研究によれば、日本の音楽アーティストが世界的な成功を収めることは、ますます一般的になっています。例えば、BTS の成功や日本のアニメ音楽の人気などが挙げられます。また、ナンンバーーアダライン1の音楽は、彼らの日本のルーツとグローバルなインスピレーションが融合したものです。彼らの音楽は、 伝統的な日本の音楽要素とモダンなポップやヒップホップの要素を組み合わせています。このようなクロスオーバーは多くのリスナーにとって魅力的なものとなっています。さらに、ナンバーアンダーラインアイはソーシャルメディアやストリーミングプラットフォームを活用して自身の音楽を発信してきました。彼らは自主制作の音楽ビデオを投稿し、 ファンとのコミュニケーションを大切にしてきました。これにより、彼らの音楽は世界中に広まり、グローバルなファンベースを築くことができました。ナンバーアンダーライン l I の成功は、日本の音楽業界における新たな可能性を示しています。彼らは伝統と革新を融合させ、独自の音楽スタイルを確立しました。 彼らの成功は若いアーティストたちにとっても励みとなり彼ら自身の音楽の可能性を広げることでしょう。ナンバーアンダーライン愛のコーチェラへの出演は彼らの成長と努力の結晶です。彼らの音楽の魅力と独自性は世界中の多くの人々に認められています。彼らのパフォーマンスを通じて 日本の音楽シーンの新たな可能性やグローバルな影響力について考えるきっかけとなるでしょう。コーチェラフェスティバルでのナンバーアンダーラインアイのステージは見逃せないものとなることでしょう。コーチェラフェスティバル2024のスペシャルステージ88ライジングフューチャーアースに出演するナンバーアンダーラインアイが話題となっています。 彼らの最新曲 g o トは元気を与えてくれると評判です。コーチェラを楽しんでいる方々にもナンバーアンダーライン l i のパフォーマンスを楽しんでいただきたいとのことです。ナンバーアンダーライン l i は日本で最もクールで魅力的なアーティストとして注目されています。彼らは8 8イジングフューチャーアースの一環として モハーベステージでパフォーマンスを披露する予定です。このフェスティバルでは、数々のアーティストがステージに立ち、熱気に包まれた空間を作り上げています。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、本当にかっこいいと評判です。彼らは長い時間をかけて世界への挑戦を続けてきました。数々の困難を乗り越え、 新たなスタートを切る決断をし、今回のステージを手に入れました。彼らの努力と情熱が身を結んだ瞬間です。コーチェラフェスティバルは世界中から多くの人々が訪れるイベントであり、音楽とエンターテイメントの祭典です。ナンバーアンダーラインアイの出演により、さらに多くの人々が彼らの音楽と才能に注目することでしょう。 このフェスティバルのステージでは、数々のアーティストが一流のパフォーマンスを披露します。彼らの音楽は心を揺さぶり、聴く人々に感動を与えます。コーチェラフェスティバル2024は、音楽ファンにとって見逃せないイベントとなることでしょう。日本のファンもナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに期待を寄せています。 彼らの音楽は日本だけでなく世界中の人々に響いています。彼らの才能と魅力的なパフォーマンスは聴く人々を魅了すること間違いありません。コーチェラフェスティバル2024では数々のアーティストが一堂に会し様々な音楽ジャンルを楽しむことができます。音楽ファンにとってはこのフェスティバルは夢のような場所です。 最後に、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスをお見逃しなく。彼らの熱いステージは、きっとあなたの心をつかむことでしょう。コーチェラフェスティバル2024でのナンバーアンダーラインアイの活躍に注目し、彼らの音楽を心から楽しんでください。あなたはナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに期待していますか コーチェラフェスティバルでの他のアーティストも気になりますか音楽フェスティバルに参加したことはありますかぜひ、あなたの感想や意見を聞かせてください。